こんばんは。こんばんは、道元です。会員の皆様、お久しぶりでございます。まあ今日は何を話そうかなと思ってますけれども、その前にですね、今自宅のですね、2階にある自分の部屋なんですけれども、パソコンをですね、昨年の11月ぐらいに、実はこれ初めて買ったんですね、僕。そしてですね、ずっと机がなかったんですけど、この机と椅子は、まあ私がやってるちょっとバイトでですね、こう見つけてきたものです。デスクとですね、オフィスのデスクと椅子がですね、非常にこう気に入っております。ということで今日はこの自宅の一室からですね、まあ、こういう絵面はちょっと新鮮だと思うんですけれども、ちょっとやってみたいなと思っております。まあちょっとカフェオレ飲みますね。うん、無言です。まあ実にこうリラックスした感じですね。失礼します。さあ今日は何のお話をしましょうか。最近ですね、まあちょっとまたね、僕といえばやはり2012年、問題をずっと、そうですね、2011年からですね語ってまいりましたし、そしていよいよ2012年ももう終わっちゃいましたね。今日がもう2013年、1月実は29日になるんですけれども、もう過ぎようかというところで、もう早くも1ヶ月ね経とうとしております。いかがでしょうか。で、私ですね、まあそれで、まあこの間からもちょっと言ってますけれどもね、じゃあ何も変わってないのかと、あまりまあ変わってないじゃないかっていう向きもありますね。で、まあもちろんその世界情勢とかですね、あるいは経済的にとか、そういう部分ではまあ皆さんご承知のように政治的なものとかはものすごくこう激動の時代にありますし、異常気象なんていうことも非常に昨今言われております。まあ、そういうことはね、皆さんご存じだと思うんですけれども、僕はやっぱもう一つこう一番今ですね、こう関心があること、っていうことになりますと、まあ僕は不思議世界を語ってきましたけれども、自分なりにですね、やっぱりね、二つあって、まず心ですね。心というものと時間というもの、まあ、心っていうのはまあ意識っていう言い方もしますし、あと思考という言い方もします。まあ心でもいいですよね、というものと、やはり時間っていうもの、この辺がこう僕は気になってたんですけれども、よく考えたらですね、まあその心ってもちろん物質じゃないと僕は思ってるんですよね。で、僕は先ほどね、目に見えるものはあまり変わってないというか、劇的な変化はないじゃないかと、なくなってもいないですねって言うんですけれども、心というものは目に見えないし、時間というものも目には見えないですよね。目に見えないというか物質ではないということで、どうでしょう、心とか時間っていうのはもちろん物質じゃないんですけれども、私たちっていうのは三次元の世界に生きてるんですよね。まあ立って横、高さですね、で前後で横というふうに三次元の世界に生きてます。そしてこのパソコンっていうのは二次元ですよね、平面です。で、私たちは三次元という世界に来てますよね。だけど時間とか心というものは、まあ、意識でもいいんですけど、それは三次元以上のものじゃないかと僕思うんですよね。そういうふうに、思います。そして、
物質じゃないってことです。非物質だってことですよね。そしてだけど私たちの体というのはやはり三次元のものですから物質ですから、だから物質が見えてる物質が全てだと思うのも無理はないんですけれども、その三次元の物質の中に意識とか心、まあ、魂でもいい、多次元のもっと高い次元のものがこう入ってるというかね、そういうイメージを持ちます。そして、そしたらね、今次元っていう話が出てきましたが、で次元とは何か、次元の定義とは何か、非常にこうどうでしょう、分かりづらいというかですね、漠然としております。僕主にその振動数帯の違いといいますかですね、要するに何と言いましょうか、原子があって電子が回ってて、要するに僕らの物質、体でもそうなんですけれども、振動してるわけですよ常にね。だから振動数っていうものがあるわけですよね。振動してて物質ができてる、ほとんどだからスペース、空だという人も思いますよね。だから振動がなくなったら多分なくなっちゃうんじゃないかというね、振動し続けてるわけですよね、バイブレーションですね、ある一つの振動数がある。僕はだからもっと言うとリズムと言いましょうか、リズムがある一定のですね、バイブレーション振動数、そうすると意識とかもそうだと思うんですよね。だからよくほら波長が合うとかね言いますね、波長があの人と合うねとかね、合わないねって言いますけれども、僕それものすごくね、今年去年ぐらいからなんつったらいいのかな、感じるんですね。合う合わないというよりも、その例えば波長が高い方、男性でも女性でも何でもいいですよ、お客様でもいいし、まあどんな初めての方でもいいですよ。なんていうのかな、まあ、皆さんも経験あるかと思う、感じると言いますかね。でただ単にですね、そのある方の波長が高い低いというだけでなくて、例えば自分も振動してるわけですよね、心というか意識、体もね、バイブレーション。でこっちが例えば高かったとすると、相手の方があまりいい状態はなくても、相手もつられて高くなるんですよね。自分を見てて例えば、元気になるとか嬉しいとか、私と話した私とこう一緒に仕事しているだけで仕事してるととかね、そうするとバイブレーションの波だから相手に影響するわけですよね。それって別に物質じゃないから、こう手を触ったり直接話さなくても、それって何かって、これ共振なんですよね。振動してるっていうことは、前も言ったようにこの空気の中にもたくさんのニュートリノがあったり、要するに素粒子があったり、細かいものって物質で、要するにエネルギーの海だって昔言いました。だからそう、つながってるんですよね。私たちっていうか一個一個の個体ではなくてつながってるんで、当然こっちのバイブレーションがいいバイブレーション、高いバイブレーションだと相手も高くなるし、つながってると、で共振するということですよね。で先ほど来、心も時間も、まあ、特に意識、心っていうのは物質じゃないと言いましたけれども、物質じゃないから簡単に言うと目に見えないですわな。目に見えないですけれども、そういう波長波動があって、だから例えば3次元の物質の中にあっても、その波動とかはどん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 バイブレーション上げて高く高くすることができるということなんですよね。だからその肉体、例えば私は肉体が、まあ例えば僕は何かしらかの名前があります、一応男性です、まあ、頭のハゲた男性ですけどね、独身であります。まあ地位もありませんしね、お金もありませんが、
しかしそういう三次元的なというかじゃなくて、この心っていうのは別次元ってさっき言いました、高い次元ってあると、そういうものにとらわれないというか全く関係ない世界になるんですね。そういうのをまさに僕よく言う超越してるので、ものすごい波動の高い人っていうのはそういうなんていうのかな、ものを全部超越して、とにかく簡単に言うと楽しい、元気、明るい、もっと言うと地球の波動、宇宙の波動、波です、バイブレーションですね。だからね、前も言ったように波に乗ってると全然きつくないんですよ、楽なんですよね。だから僕の意識っていうのはものすごく波動が波長が高くなってるっていう感じはものすごくするんですよね。そうすると例えばきつい仕事でも難なく楽にこなせるし、もう寝てても気持ちいい、食事してても気持ちいい、仕事してても何もしてなくてもっていう、なんていうのかな、その地球と宇宙と一体になってる、その波にちょうど乗ってる状態、まあ振動数体と言いました、バイブレーションと共振ですね、まさに共振し合う、共振する、水をバーンとね、水の中でバーンとこうやると水がバーッと、もちろん波だってお風呂でもペアンでバーッとバイブレーション、向こうまで波がバーッときますね。それと同じ感じですよね。うん、だからもう一つ例えば言うと、僕歌歌うの大好きなんですけど、最近歌の声がですね、高いキーの声が好きなんですけど、どん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 キーが上がってるのがわかる、あるいはその高いキーを出した時にものすごく気持ちいい、まあはっきり言って何というの、閲楽というか非常に気持ちいい、わけもなく、例えば鳥が鳴いて羽ばたいて鳴いて、もう気持ちよさそうにしますよね、嬉しそうに喜びを泣いてます、歌っておりますね、なんかそういう感じです。もう歌えるという純粋な喜び、でだから僕やっぱ完璧だと思うんですよね。だからその人間って、要するに心も体も僕は神様が完璧に作ってるんです。今のタイミングが絶好調だから、例えばものすごいネガティブなことありましたよ、風邪ひいてますよと、お金もないですよと、今非常に大変な状況なんですよって方たくさんおられます。私だってそうです、決してね。だけどどんな状況にあろうが、完璧なんですよね。完璧だしに完璧に作ってあるし、それをものすごく感じるんですよね。だからなんというのかな、あるさっき言ったようにある意味で、その物質、まあ、世俗的というかね、私も何がしかという名前がついてもちろん暮らしておりますが、もちろんそうでありながらも、ものすごくその喜びを感じる。だから逆に言うとお金も持ってる、ね、社会的な地位もある、全てを手に入れてるはずなのに、なんか落ち着かない、不安だ、で例えばお酒に走ったり薬物に走ったり、まあ、セックス依存症に走る人もいるでしょう。だから世俗的に言う全てのお金とか地位名誉を得たからといって全部が満足するわけじゃないんですよね。本当の意味での、まあ、僕はそれに到達してるとはとても思わないんだけども、なんていうのかな、非常にこう、超越感というかね、というと大げさですけどね、なんかだからこういうことって感じることですから非常に説明しづらいですけれども、そうなるとね、さっき言ったように自分の波長が高いとそういう人が寄ってくるんで、そういう仕事が寄ってくる、そういう方々と縁がある、いきなりそういう方が訪れる、波長が合う、初対面ってもですよ。でまた今度ちょっとね、バンドしましょうかって人も出ましたし、ずっといろんな方、要するに引き寄せの法則じゃないけれどもね、そういう波長の合う人がどん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 集まって、不思議なぐらい集まってきますよね。まあ随分話があれしましたけれども、だから心とか時間というのは物質ではない、非物質であると。
そしてこの3次元にとらわれるもんじゃない、もっと高い次元のもんなんだよと。で、目に見えてるものっていうのはどうしても物質3次元のものですから、それだけにの中で暮らしてると心まで意識までそれにとらわれる。お金なんてあれ紙切れですよね死んだら魔灰になるんですけれども、なんかでもそういうものにとらわれない解放されてる心だから、僕がそうであるとその周りの人も僕を見てそれが分かるんですよね、人間って多分本能的に。だから僕今例えば非常に肉体労働のきつい仕事をちょっとね やっているんですが、それでもなんか周りの人が僕を見てて明るくなるのが分かるんです。それはなんでこんなねえ仕事をしてるのになんであんな元気に明るくいれるんだっていうね、そういうのはもうある種もう超越しちゃってるというかね、何やっても楽しいというか、何やってもそのまあ感謝だし素晴らしいし完璧だなタイミングで完璧なんだなっていう感じがします。ちょっとね今日は止めどもない話になりましたけれども、どうでしょうか、ちょっと分かりにくかったかな、だからこれからもね僕はやっぱりテーマとしては意識心ね、だから心は心臓じゃないし心は脳でもないと思うんでね、それとやはり時間や空間ですね、にまあフォーカスしていきたいなと思いますね。だから意識がフォーカスしたところ、意識がフォーカスしたところだけが現実だと思うんでね、まあそれ以外は例えば目の前に人がいても他のことをずっと考えてる人にとっては目の前の人っていないと一緒なんですよね。意識とかフォーカスしたことだけが現実化するというかね、そういうことですね。まあちょっとまたね長くなってしまいましたが、どうでしょうか、今日はね、道元初めての自宅オフィスからお届けしました。またいろいろねこう、それとねニュース、今これ撮ってるカメラが実はそうなので、僕ね生まれて初めてねデジタルカメラっていうのを買いました。で一発目撮ってますんで、今からはですね自分自身でもデジカメで撮って、まあじゃんじゃん上げていこうかなと思いますのでですね、どうか今後ともよろしくお願いします。それでは。